味しかったですね。久しぶりにね、ワニベースさんね。ちょうど雨もね止んできてね、こっちの平山脈の方にはね雨かかってるんですけど、この辺は大丈夫かな。やっぱりワニベースさんね、すごいハーレー乗りの人が多いね。まあ特にね今日みたいな日曜日はね、最近はでも一般の人もね増えてきてるって言ってましたね。バイク乗りだけじゃなくね、まあまあ賑わっててね何よりです。やっとね高島までやってきましたね。でもポツポツ彼岸花ありますね。やっぱり琵琶湖沿いは自生してるんですね。この辺のね家というかねいい感じですよね。
るんですけど、あんまりまだ見当たらないね。源氏浜、海津城主、海津長田の神、その京極氏の家臣で後に浅井に従った。バイクと撮ろうかな。うんうんうん、うるさいね。あ、いいね。いいですね。今日は風があるからね、結構波が出てますね、琵琶湖に。いいね。感じた。綺麗ですね。
倒れちゃって。結構ね、踏み荒らされちゃって。あの、犬をね、中に入れるのは良くないよね。あの、踏み荒らしてるもんな。今ね、源氏浜にいますけどね、次ね、ちょっともう一箇所ね、桂浜園地っていうところに行ってみようかなと思います。次はね、今津へ来ましたね。そう、今津といえばね、ここから船でね、丹羽長秀がね、静ヶ岳の戦いの時ね、今津から船で出てるんですよね。で、静ヶ岳にの山上にね、静ヶ岳に上陸して秀吉を助けるんですけどね。
な。ボリュームはね、やっぱりちょっと減ってますよね。今ね、桂浜園地着きましたね。やっぱりボリュームがちょっと減っちゃったよね。風がすごいな。
さ今ね桂浜園地ですけどね、まあまあそれなりには咲いてますね、まとまってドーンとはねやっぱりあんまり咲いね数が減ってるんでね、まあでも楽しめるぐらいね花をめでて楽しむぐらいは咲いてますね。こっちの方もちょこちょこっとあるんでね、この辺もあるにはあるんで、